人がいっぱい来るってことで、うん、人を呼べる人じゃないとここって、うん、まあ、場所がわざと悪い場所、どこからでも遠い、それは要するにどこからでも近い場所があるんですけど、はい、まあ、大阪駅からだと1時間20分ぐらいかかるから、はいはい、で伊丹空港からだと1時間10分で来るんですけど、はいはい、あんまりそんなに便がいいわけではないので、そうですね、まあ、車が絶対いる、そう、車がない人には便が悪い、うん、なので清官先生が引き継いで、うん、みんなが来てここに合宿した、うん、その頃はあの旅館もありました。で清官先生もただお亡くなりになって、うん、はい、で、6年前ぐらいに僕に声がかかったんですね。もう清官先生亡くなってもう7年ぐらい経つけども、うん、もう誰もここ来てないから、うん、獣に実は荒らされて、あ、もうあのピラミッドの中も別荘の中ももう糞だらけで、でもうなんていうんですかね、こういろんな聖獣が入ってきたっていう形になってたんですけども、ちょっと一回僕断りました。うん、僕にはどうしようもないし、お金もないし、はい、でまた3年後にだから声がかかったんですね。おで、その時たまたま僕、うん、沖縄の畑で、うん、自分の畑の小屋を作っていて、うん、そういうのを作れる人が知り合いにいたので、うん、ひょっとしたらみんなでこうリフォームできるかなと思って、うん、じゃあ今回2回もね声かけていただいたから引き継がせていただきますってことで、うん、引き継いだのがまあ3年前なんですね。あ、3年前、はい、で、もうみんなで一生懸命3年間、はい、この3年間延べ人数3000人以上がそこにあった、まあ、はい、温泉旅館みんなで壁をぶち壊して床を剥がして水晶を取り出して洗ってとかっていうことをして、で、まあ、今に至るここまで。それは何、佐藤光郎ファン、まあ、小林清官さんのファンがやっぱ多かったと思いますね。で、実際僕これ引き継いだのは100万円以下で引き継いでいまして、でそのくらいじゃないと、いや、はい、全部でです、はい、で、まあ、僕そんなお金がないんですね。それで引き継いだんですけども、うん、まあ、そのくらいの財力でやってきたら、うん、なんとですね、いきなりその温泉旅館2つにアスベストが発見されまして、うん、あらあら、引き継いだ後昔の建物だからね、はい、ただ非飛散型アスベストをやってもかった、はい、ただ処理費に最初の見積もりだけ2600万出てしまって、うん、俺そんなお金本当にないよ、はい、で困ったなと思って、うん、まあ、実際やってみたらあの全部で、まあ、4000万以上かかったんですけど、うん、で今今日までは6000万かかってるんですけど、ちょっとだからどうしようってそんなことない、はい、その時に先ほど言った小林清官先生のファンの人たちが今でもメールマガジンからつながっていて、うんうんうん、その出てきた水晶、はい、もうこれをですね、奈良にいる、うん、奈良県警に捜査協力をしている霊能者さんがいて、その方がこの水晶はもうとてつもないから、はい、ただ今ちょっといろんな気を吸いすぎてるから、うん、ある京都の何百年間かお祈りし続けた塩を送るから、うん、それで清めて、はい、満月の日に清めて、はい、でここの水で流してって、はい、全部このプロセスを踏んで、はい、それをクラウドファンディングでやって、はい、何かあのお金を全部、まあ、全部ではないですね、まあ、ちょっと自分でまあ1500万、はい、2000万ぐらい出してます、はいはい、そういう形でどうにか今この状態になってる。すごいね。なので場所としてはなんかものすごい場所で、うん、で先生たちが来るたまたま1ヶ月前にですね、はい、沖縄で、まあ、僕もユタの家系なんですけど、うんうん、沖縄最強ユタさんって方が、うん、なんかまあこの土地の話を聞きつけて、うん、ちょっと私じゃないとこれはいけないなって、うんうんうん、ユタさんって自分がやりたくないけどやってるんですよ、うん、例えば公務員の方でも急にある日ユタになれってなったら、うん、公務員の仕事に行ったらものすごい体調悪いんだけど、ユタのこと人に対していいことをしてたから元気になるんだ、はい、でもそこに向かわされる、歩かされるって言うんですよ、うんうんうん、でその人がこれ見て、あ、俺がしか行けないっていうことになって、うんうん、35年ぶりに乗りたくない飛行機に乗ってくれて、でここに来てくれて、はい、でまあ、全部あの BC でこう祈ってくれて、うんうん、で来てみてやっぱその人もやばいって言って、ここがね、はい、この場所はやばい、思っていたよりもやばいと、うん、でママもその時ね、はい、カフェのママですけど、うん、そのユタさんがですね、そのピラミッドの2階に行った時に、うん、あ、ここはもうそれぞれの聖なる地と同じぐらいのエネルギーがあると、うん、でもしも具合が悪い人がいたら絶対ここに連れてきて寝かせなさい、うん、その人はもうすぐに良くなるよ、うん、本当に悪い人だったら1回悪い方向に行くけども、うん、数回寝れば良くなるよって言ってたので、うん、あ、もうそのくらいいい場所だと、うん、で本当はつなごうと思っていた場所宇宙だったらしいんですけども、はい、これを宇宙が超えたミティン軸っていう場所があるんですけども、うん、そこにそのユタさんが繋いでくれて、はい、あそこに光を下ろすっていうことをしてくれて、なんかより良くなったらしくて、はい、ちょっと僕そういうエネルギーに疎いものであれなんですけど、うんうん、だからインスピレーションもすぐに落ちるし、はい、さっき言った陰でも陽でもない、はい、波動が全く止んでる場所なので、はい、ものすごく静かに休まる場所なんです。なるほどね。
ね、もう一ついい点があって、うん、先生たちが通ってきた道路、はい、うん、この道路は黄色い柵が向こうにあって、うん、あれ夜になったら閉めないといけないんです。ああ通ってきた、はい、あった黄色い柵、僕嫌だなと思ったんだけど、うん、ある人に言われると最高だと俺が、うん、これは何でかというと柵を閉じないと村に対してあのイノシシたちが出ていくからなんですけども、 あそこ閉じるとここから先に人というものがいなくなるんですよ。だから僕一人であそこの別荘に泊まるとき特になんですけども、はい、意識っていうのは、うん、そこにいる人数で共有するので、うん、シェア制なんですよ、うんうんうん、渋谷に行くと、うん、1平方キロメートルに1万人います、はい、います1万分の1のリソースしかありません、はいはい、ところがここはここ数キロ以内、もうここから先山しかないので、はい、1人の人間で1つの意識を共有できるっていうことで、リソース 100% で使えるっていう、もうすっきりしてます。へえ。なのでもうとっても何ですか、もう安らぐこともできるし、うん、自分に帰ることもできる、うん、そういう、まあ、レイポイントとして、うん、レイビレッジっていう名前で、はい、今初めて。へえ。いや、話聞けば聞くほどすごいとこやね。なんかはい、一応、まあ、僕もこれ持ってること何一つなくて、うん、来れば来るほど来るほど、うん、みんなにこんな話を聞かされて、うん、はい、そうは。でもちゃんとこうね、来るべくしてきた話のように思えるね。他の人のとこ行かないでしょ。そうですかね、まあ、だとしたらまあ責任重大なので、まあ、うん、だからここをね、本当にあの光郎さんのネームバリューで皆さんにね知ってもらって、あの本当にあの一度はね、あのなんだっけ、あの宗教、あのイスラム教の人が一生に一回はメッカに巡礼するとか、ね、だからね、あの日本に暮らす人は一生に一回はここのレイビレッジに来て、ありがたいことね、あのこのいい雰囲気のものを全部ね、お一人あるいは数人あるいはご家族お仲間でね、一晩これをもう抱いてみたらね、変わるよ人生。いやー、だってね、ほんと僕こういうしつこいけど、こういうちっちゃいカフェ作って晩年もうあのグダ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 ね、早く帰りたいお客さん捕まえて、俺が若い頃はねとかね言って、あの朝から晩まで酒飲んで過ごしたいと思ってたんだよ。まさにこの作りよ。ママよかったね。感激。いやいや、ありがとうございます。ママの尊敬する安江先生からも、いやいや、いや本当にそんな言葉をいただいて、いや本当にいいのね、やっていただいてます。このまた流れで説明した方がいいと思ったので、うん、はい、まあ、そこにここから見えるあの小高い山、はいはい、あれがなんと、まあ、スサノオの前方後円墳ということ、うん、ああ、また後でね外に